仕事のストレスにより来月から休職予定です。会社から復職の際には転居を伴う転勤を言い渡されました。今の、精神状態、引っ越しなど新しいことを始めるのがよりストレスに感じてしまいました。会社の対応は適切なのでしょうかと。これもめちゃくちゃ、でもめちゃくちゃだね。確かに。違法じゃないけど、まあ、ちょっと意地悪っちゃ意地悪ですよね。どうなんだろうね。これは弁護士案件っちゃ弁護士案件な気がしますけど、なんか意地悪だなと思いますね。うん、意地悪だなと思います。はい。